そこだけ。資料はいいです、資料は。僕と付き合ってください。どのスーパーラバー、今回の企画は宗教界の悩みを暴け。今回こそ彼女を作るよ。ジモティってアプリやってて、あの大ピン、でなんでジモティまず始めたお前。ジモティはそれはあのみんなとね、いろんなこういう関係を深めるっていうので始めました。違う違う、こいつマジでジモティで彼女作らせてしまえ。やめちゃった、目的ないよ。普段はマジで来ないんだけど、うん、本当に今回来まして、お前にもう撮影以外で会ってます。一回だけね。そう、一回だけ来たら、でも結構普通に可愛い人だったらしいんだけど。そうそうそう。ただ、宗教関係の人が来て、だから、2人で会うんでしょ、そう、それで、俺らがそのモニタリングしながら、その宗教かどうかっていうのを、ああ、判断するみたいな、そうそうそう、体を一回許してくれるなら入りますっていう、そうそうそう、そう実際問題あるの、あるあるある、おお、じゃあもういけるやん、女を武器にして、お前みたいな、どうせクソ豚野郎を、言い過ぎだろ。ということでね、ここからちょっと僕たちをモニタリングしていこうと思うんですけど、はい、まあでも向こうからしてもそういうやり口があって、スーモもそれを求めてるわけでしょ。そうそう、ウィンウィンではあるよね。利害は一致してるけど、そう、ただその化け物具合にビビるかもしれない。それ知らないわけだから。なるほどね。あ、すいません。あ、来ましたね。お久しぶりです。綺麗ですね、普通に年上な感じなのかな。ええように言うな。表に出るというか、一応ちょっと人気だったりするんですよ。こいつ有名人ぶってた。じゃあ、結構持ってるから。いえいえ、全然全然そんな。そんな持ってないとかないです。うまいな、あっちの人もね。うん。あげるのがね。多分ちょっと、こういうやつ相手にしてたらたくさん。悩みはだから、もう、ほんと一つだけですよ。童貞。もう、そこだけですよ。24年間、女の子絡みも全くないですし、もう、ほんとにモテてこなかったので。誰に相談してんの？ほんとよ。マジで。どうすん、それ相談されてさ。宗教の子、宗教っていうか、これ宗教なのかな。キャンプとかもめっちゃ行ったりしますよ。めちゃくちゃ楽しそうですね。それだけ楽しいです。出会いとかも。そうです、そうです。例えば、どんな交流とかですか。どれか。エッチな交流とかもあるんですけど、ここだけの話、あるんですか。ないですか。引いてる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 って。え、何の交流するのマジで。絶対、え、でもそういうのじゃないですか。大学生の合宿みたいなのね。ないですか。ない。正直な話いいですよ、怪しい勧誘っすよね、これ。その辺が変な、こんなはずなくないですか。そんなはずない。でもいいんです、でもいいんです、僕全然いいですよ、それは僕。本当に生きてきてもいいですよ。僕はそうですよ。違うんですか。そういうのを作るよー。え、俺僕そういうので来たんですけど。騙されたよ。騙されたじゃん。
騙されたとかないのよ。スモからしたらでも騙されたと思うよ。それはそう思ってただけだって、何も言ってないからね。まあ、エッチなことしたかったらこいつは。そう。違うんですか。これ時間無駄じゃないですか。もう一人来るってこと？もう一人来るんじゃない？ちょっと。いやでもこれやばいんじゃない？これワンチャン男来てボコボコにみたいな絵も見えるからちょっと。あ、綺麗ですね、めちゃめちゃ女性だね。普通に綺麗、普通の綺麗な方来ましたよ。よろしくお願いします。あ、資料はいいです、資料は今いいです。ワンちゃん二人ならいけると思ったのかな。その人数でこういうの攻めたりするやん。こいつもだからスーモもスー VS、うん、こっちの宗教だったでしょ。どっちが強いの、ここ立てみたいな。あ、いいっす、白はいいっす、白はいいっす。どうしても白を出せない。今そっとしました。はい、白はマジでいいっす。白出す前に止められてるから。初めてだろうな。キャンプとかって行ったらエッチなこととかもうできるんですか、正直。正直、なんか一応ルールが決まってるので、はい、そういうのは圧倒的に。渋いな。それ渋いっすね。怖いのがさ、この2人に対してさ、スーモがこの空気を支配してるっていうのが怖い。確かに。じゃあ2人どうなんですか。僕と付き合いますよ。手出すんで、もう握ってください。じゃあ付き合えるなら、で握ってくれたんならもう僕入会します。じゃあなんで上からなんかあんなに。ただ一応駆け引きしてるからね、ここ今。僕と付き合ってください。こういうことっすね。そういうことだ。じゃあもういっす、もう本当にもう何もしないから帰ってください、みんな。本当にもう話は聞いたんで。もうないかもしれないですけど、もう本当にもう今日はもう大丈夫です、ね、はい。あ、もう本当にやめてください。企業ですか。あ、お金、お金。違う。なんでこいつこの資料系何のトラブルなんだよ。なんかあったんかな、昔に。なんか契約させられただろうな。あ、お金もういいです、もうお金僕も払うんで、もうここはもう僕が払わせてもらいます。もう本当に帰って、もう帰って。
あ、ちょっと、ちょっと、最後に、あの、LINE だけ交換して。ガメツお前もういいやろ。お前ガメツすぎだろ。なんでまだこの後ワンチャンあるかなって思えるの。ほんとでもいいやろ。お金払ったんで。あ、すいません、はい、なんかごめんなさい。あ、すいません、はい、はい、はい、すいません、はい、すいません、はい、じゃねえよ。お前すいませんお姉さん、ちょっといいですか。どうしたんですか。クラブに行ったのか。クラブに行ったのか。チャンネル登録およびツイッターのフォローの方もお願いします。お願いします。よっしゃ。